あ、ひかりちゃん。何？今日3ヶ月記念日でしょ。え、マジで？これプレゼント、よかったら。ありがとう。これめっちゃ美味しいからさ。嬉しい。よかったらこれ食べて。ありがとう。いつもありがとう。こちらこそ。ありがとう。これからもよろしく。よろしく。来月どこ行く？来月パキスタンとか行きたい。あ、行きたい。行きたいね。うん、行こう。うん。今日何日？今日1？ あ、1か。じゃあ明日2か。え、今日記念日じゃね？あ、今日1か。あ、記念日じゃん。何ヶ月やっけ。まあ1回忘れたわ。いいじゃねえの別に。そうやな、うん、まあ来月覚えてくれ。一緒。そうだよね。ちょっとスーパー行かね。あ、いいよ、行こう。スーパー行こう。お腹空いたわ。いや、コンビニでもいいな。コンビニね、ちょっとアイスパーティーやろう。あ、そうやな、うん、そうしよう。アイスパー、アパということで、今回はですね、はい、2人でまたカップルあるあるを撮ってきました。イエーイ。あのですね、はい、1回だけですね、はい、まあ、この前っていうか前にやったんですよ。前の家でやな。そうです、前の家でやって、でかなりちょっと好評だったんで、今回は第2弾ということでね、はい、あるあるなんですけど、うん、9.5 割ちょっとコントみたいになってるんですけど、そこはちょっとご了承ください。はい、ということで、はい、まず今1つ目のあるあるをやったんですけど、はい、1つ目はですね、記念日祝いがちだったのにどんどんなーなーになるっていうあるあるです。これは実体験ですね。確かに、うん、彼らも最初付き合って1ヶ月2ヶ月とかは、はい、あ、今日1ヶ月記念日だねみたいな祝ってたね。祝ってたけど、うん、もう最近はマジで、あ、来てる、あ、もう過ぎてみたいな。今回はマジで実体験ですね。、うん、はい、はい、ということで、まあ記念日はね、そんなになんか1ヶ月刻みで祝わなくていいかなっていう、ひかりなりのなんか決め事みたいな、まあそういうのも軽めに過ごしていった方が長続きするっていうのはあるんで、確かに、まあまあいいことかなっていう風なあるあるでした。そうですね、はい、ということで2つ目どうぞ。いや、もうこんな時間だね。あ、そうだね。いや、もう2時間、3時間ぐらい経ってたもん。確かに。やばいね。ムタ君と喋ってたら時間がもう一瞬に過ぎちゃうわ。本当にそれな。いや、でも明日早いからもう寝なきゃいけないんだけど、切りたくないな、電話。いや、もうでもそれはさ、やっぱ明日早いからさ、うん、やっぱもう終わった方がいいでしょ。でもじゃあちょっと喋ってたいな。いや、それはそうだよね。じゃあおたくんから切ってくんない？いや、やだよ、さっき切っていいよ。いや、やだよ。いや、ちょっと待って、さっき切ってよ。ちょっと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 、せーので切る？いいよ、せーの。いや、切ってよ。切ってないやん、もう。なんで？スキピよ。スキピー。あ、もしもし。もしもし。今帰りでさ、コンビニ寄ろうと思ってるんやけど、なんかいる？あーね、あ、どうしよっかな。カリフラワー。あー、カリフラワーないわ。ちょっと売り切れてる、ごめん。ないの？うん。じゃあもう、マジか。ブロッコリーにしよっか。あと、なめこの味噌汁。あー、味噌汁ね、オッケー、うん。インスタントでいいよね。インスタント、インスタント。あ、じゃあもう今日帰りカップラーメンでいい？あ、ラーメン、うん、カップラーメンが一番。そうやな、じゃあもう適当にカップラーメン5個ぐらい選んどこう。うん、世界を救う。どういう終わり方？はい、ということで、2つ目のあるあるはい、あるある、はい、あるあるはですね、はい、まず、付き合ってすぐぐらいはすごい電話とかしてラブラブみたいな会話してるけ ど、まあ、時間経ってくるとまず電話普段しない。確かに。コンビニでいるもの聞くとか、もうそれだけやな。もうなんか安否確認とかもしないですね。同棲してるのもあるんで、うん、まあそんな感じですね。しかもいるもの聞いてすぐプロンって切りますね。あ、確かに。オッケー、バイバイとかも言わない。確かに。オッケー、オッケー、プロンプロンプロン。はい、はい、ということで3つ目のあるある、どうぞどうぞ。楽しみだね。すごい綺麗だね、ここやっぱり、うん、すごい。あ、来た。うわ、うまそう。まあちょっと辛そうだけどね、大丈夫。うまそう。ここがやっぱ一流の七味なんだ。まあ付き合って、まあ最初の辺だからやっぱいいとこ行きたかったよね。そうだね、いやなんか緊張してきたな。なんかひかるちゃんのすっぴんとか見てみたいな。いや、絶対やだ、やばいよ。いや、絶対可愛いでしょ。いや、一緒見ない。いや、絶対可愛いわ。絶対見ない方がいい。いや、もう想像できる。いや、絶対無理。めちゃくちゃ変わるから、絶対見せたくない。スキピ。一生見せない。スキピ、スキピ。おはよう。あ、おはようございます。何食べる？お豆腐とかあれば。あ、
豆腐、うん、あーないわ、ちょっと買ってきて。買ってくる。あー髪すごい。はい、ということで、ちょっともうホラーがあったね。まず、そのすっぴん見たいなみたいな、まあ、付き合った時とかは絶対すっぴん見せないじゃないですか。まあ、見せる人もいるかもしれんけど、うん、まあ、すぐぐらいはやっぱりメイクして完璧な状態で会うっていうのがやっぱ基本やから。なるほどね。で、まあ、すっぴん見たいなみたいな感じで言われてて、うん、いや見せないよみたいな言ってるけど、まあ、気づいたらもうすっぴんみたいな。確かに。もう最近なんかずっと言えるから、一日中すっぴんメガネみたいな。もうメガネかけて髪ボサボサで、ほんとあんな感じやんマジであんな感じ。まあ、髪の毛はさすがにあんなボサボサではないけど、顔はマジであんなぐらいひどい。だからひかりよくおたくんに、今日多分世界で3番目ぐらいにブスいわとか言ってるような言ってるわ自分で。確かに。まあまあそれぐらい気にならなくなるってことですね。はいはい、ということで最後のあるあるどうぞどうぞ。見て、ソフトクリーム可愛くない？え、可愛い。可愛いよね。見て、ヒカルがこれ全部植えたの、チェリーとか。え、すごいね、そんなことできるんだ。そうだよ。あ、オタくんと一緒に遊園地行きたいな。え、行きたい、本物のね。ね、行きたい、今度行こう。え、可愛い。可愛いよね。センスやっぱあるね、ヒカルちゃん。ありがとう。うん。オタくんもほら見て、バレンシアガの帽子かぶってるよ。え、もうそんな男じゃないよ、まだ。いや、オタくんならかぶっても似合うからさ、やっぱり。テキーター、テキーター、テキーター、なんだなんだなんだ、62度、62度。え、ちょ、見えない見えない。62度、早く早く早く、いるよ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 、どこどこ。62、62。あ、いるいるいる。オッケーオッケー、やれ、いけ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 。いや、マジで死ねよ、早く。なんで死なないの。おい、早く倒さないと、マジで集中して。あ、いた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 。やばいやばいやばい、おい、やられた。おい、ちょ、先に撃ってよ、今撃つって。はい、はい、ということで最後のあるあるはですね、うん、付き合ってすぐぐらいはもう可愛くなんかもう二人でイチャイチャしながら動物の森とかやる、一緒になんか楽しむみたいな。そうそうそう、なんかあキャハキャハみたいな感じやけど、もう最近は二人で一日マジオールで荒野行動とかしてて、うん、そうマジでめちゃくちゃ口悪くなるっていう。真剣にやってますね。マジはい、何度何度、はい、痛い痛い痛い、やったやったやった、64、やったやった、はい、ボトボトボト、いけいけいけそう、そんな感じですね。そう、はい、なんで、まあそこら辺もね、まあ付き合ってすぐぐらいは女をぶりっこしててみたいな、まあまあまあ、ね、キャハキャハしてるイメージ、うん、まあ勝手にマジで光るのも想像なんで、はい、そうですね。もうコントとして見ていただければなと思います。はい、はい、ということでどうでしたか皆さん今回のオタヒカ劇場はやっぱ独特なんよね、やっぱ。そう、まあ、普段でもあんまやったりしないんでね、こういうことも。確かに。まあ本当に好評だったらシリーズ化もしたいなと。はい、いろんな ね、あるあるで挑戦していきたいと思うので。はい、まあ、あるあるもさ、ヒカルそんなに詳しくないからさ。そうそうそう、まあ、こういうあるあるあるよみたいな、あの、比較みたいなのがあれば、あ、ね、だったらね、ネタも教えてもらえればなと思います。お願いします。はい、ということで、はい、よかったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、以上おたとひかるでした。バイバーイ。